どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。この間用事があってタクシーに乗ったんだが、運転手が有名な俳優と同姓同名で驚いたぜ。なんだか珍しい人に会ったみたいで、少しだけいい気分になったな。あまりない経験よね。それをきっかけに会話が弾むこともあるし、いいことだわ。そうだな。普段知らない人とは話さないからなおさら新鮮だったぜ。誰かと話すことを敬遠する人は少なくないけど、そういう小さなつながりが新たな刺激をくれることもあるわよね。だけどマリサ、関わる相手は慎重に選んだ方がいいのもまた事実よ。例えばの話、こちらの常識が通用しない人だとしたら、話の流れが急に変わったな。タクシーの運転手が被害に遭った事件もあるのか？ええ。今回は東京都昭島市で起きたタクシー運転手局部切断事件及び、同事件の引き合いに出された安倍貞事件について解説するわ。それでは、ゆっくりしていってね。事件が発覚したのは、2012年1月16日のことだったわ。同市にあるアパートの一室で、タクシー運転手の三島幸人さん当時49歳の遺体が発見されたの。首や左胸、腹に刺し傷があったことが確認されているわ。年明け早々に殺人事件が起きてしまったのか。これだけでも十分痛ましい状態なのだけど、驚くべきことに三島さんの遺体は局部が切断されていたの。切り取られた部位はベッドの下から見つかったそうよ。想像したくもない絵面だぜ。何の恨みがあってそんなことを。室内に荒らされた形跡はなく、玄関も施錠されていなかったわ。警察は殺人事件として捜査を開始したんだけど、その過程で様々な謎が浮かび上がってきたの。そんなにわからないことだらけだったのか？ええ、第一に挙げられるのは、遺体に防御創が全くなかったことね。防御創。被害者が抵抗したり、自傷をためらった際にできる傷か。この状況で一つもないのは不自然だな。遺体はベッドの上にあったから、寝込みに襲われて抵抗する間もなく、という線もなくはないけど、それでも妙だわ。仮に自殺だったとしても、自分の体を複数回刺した後に、局部を切り落とすなんて手段はなかなか取らないからね。ただ苦痛が増すだけだし、手首や心臓を狙うのが一般的だしな。ますます謎が深まるぜ。このように、現場の状況だけでは自殺か他殺かも判別できなかったわ。もう一つの大きな謎は、三島さんと交際関係にあった女性の存在よ。その女性と三島さんは、事件が起きる3、4年前から付き合っていたの。知り合ってからそれなりに長かったんだな。ええ、だけど真面目に働き、目立ったトラブルも起こさない三島さんにとって、彼女は唯一にして最大の爆弾だったと言っても過言ではなかったと思うわ。公私ともに問題なく過ごしている中で悩みの種になるくらいだし。相当な人物だったんだろうな。その女性と三島さんは頻繁に喧嘩していたの。ガラスが割れる、窓から家具が飛び出すなんてことは日常茶飯事だったわ。時には警察沙汰にまで発展することもあったくらいよ。随分とひどいな。そこまで相性が悪いのなら別れた方がお互いのためだと思うが。両者は心身ともに共依存していたから、簡単な話ではなかったんでしょうね。それに、ここまで過激化したのも相性だけの問題じゃなさそうなのよ。その女性は、昔から気候が目立つ人物だったの。近所の家にロケット花火を打ち放つ、実家のガレージにソファとちゃぶ台を置いて生活する、任意同行の際になぜか原付きのヘルメットをかぶっていくなど、その気候の数々は枚挙にいとまがないわ。もはや理解が追いつかないし、医師の診察が必要なレベルじゃないか。三島さんはどうやってこの人と仲良くなったんだ。女性の狂気に当てられたのか、三島さん自身も深夜に叫ぶ姿が目撃されていたそうよ。事件への関与が認められるような証拠は見つかっていないのか？現状は何もないわね。何らかの形で関わっている確率は高そうだけど、憶測の域を出ないわ。怪しいと言わざるを得ないが、さらなる調査や追及は一切できないというわけか。なんとも歯がゆいぜ。ただ、三島さんを刺した人物と局部を切り取った人物は、それぞれ別なのではないかという見解を示す専門家もいるの。事件からしばらく経った頃、局部の切断は被害者の死後に行われた確率が高いことが判明したわ。出血量が少ないことが証拠になったみたいね。つまり、自ら切断したという線が消えたんだな。ええ、もともと傷の深さからして、自分で切断するよりも先に、絶命しているはずという指摘が以前からなされていたんだけど、それが改めて証明されたことになるわね。ということは、やはり他殺なのか？防御創がない以上、断言は難しいわ。特殊なケースゆえに警察も報道機関も迂闊なことは言えない状態なのよ。ただ、何かの報復として局部を切断するなら、とどめを刺す前にやるのではないかと思うわ。過去にはそれが目的の事件も起きているしなおさらね。先の説明から考えても、複
讐や報復が動機じゃないと考えるのが自然か。ということは、第三者からは考えもつかないような思考、動機のもとに、それをやった人物がいるということだな。おそらくね。そして三島さんの周りでそんな気候に及ぶ恐れがあるのは、私たちが知り得る範囲だと交際相手の女性しかいないわ。いつものように家を訪れてみたら、交際相手があちこちを刺されて絶命していた。なんて状況だったのかもしれないわね。もともと精神状態が不安定だった上に、普通じゃない状況に遭遇したことで錯乱してしまった。といったところか。いずれにせよ、内容がないようなだけに、公開されている情報は少ないのが現状よ。わかっていないことの方が多いのはもちろん、ずさんな発表や報道によって、偏見や差別を助長してしまってはならないからな。遺族も近隣住民も不安になる一方だと思うし、真相が一刻も早く明らかになることを祈るばかりだわ。本題からは少し外れるのだけど、戦前に起きたとある事件との類似性を指摘する声も見受けられたわ。随分前の出来事なんだな。そんなに有名な事件なのか？ええ、安倍定事件もしくは長田事件の名で知られている。猟奇殺人事件よ。料理屋の女中を務めていた安倍定という女性が、店の主人である石田吉蔵を地上のもつれの末に絞殺し、局部を切断して逃亡したの。先の事件に負けず劣らずの無謀さだな。引き合いに出されるのも納得だぜ。猟奇性の高さと犯人の人物像から新聞などで大々的に取り上げられ、この事件を題材にした創作物が数多く作られたくらいよ。当時の民衆を釘付けにした事件だったんだな。安倍はどういった経緯で犯行に及んだんだ？ことの発端は、1935年まで遡るわ。芸者や娼婦として全国を転々としていた安倍は、名古屋の小料理屋にて大宮五郎という男と知り合ったの。大宮は中京商業学校の校長と名古屋市の議員を務めており、定職に就かない安倍の将来を案じて、料理屋の見習いとなり、ゆくゆくは自分の店を持ってはどうか、と提案したそうよ。市民の生活を案じる公僕の鏡だな。安倍はそのアドバイスを早速実践し、1936年の2月1日に東京中野のうなぎ料理店の女中に転身したわ。しかし、10日経つ頃には店主の石田と男女の関係になっていたの。いくらなんでも展開が早くないか？一週間半でそこまでの仲になるなんて想像もつかないな。かねてより安倍は美人と評判だったから、それが大きかったんでしょうね。詳しくは口述するけど、彼女の生い立ちも一因と考えられるわ。でも、石田は既婚者だったの。二人の関係が彼の妻に露見したことで、安倍と石田は、都内の待合を転々とする生活を送ったわ。待合ってなんだ？待合わせや接待で使われる貸し座敷ね。芸妓と遊べる店も多かったみたいよ。なるほどな。とはいえ芸妓は女性だろう？恋仲になっている相手を連れてそこに行く石田もなかなかな男だな。不倫している以上今更ではあるが。マリサの指摘の通り、いろんな女性に粉をかけて回ることに対して、安倍はかなり腹を立てていたの。ナイフを石田の局部に当てて他の女と遊ぶななんて凄んだこともあったそうよ。脅し方が怖すぎる。自分だって人の男に手をつけたのだから、強く非難できる立場でもないと思うぜ。しかしそこまでされても石田はまるで気に留めず、安倍と体を重ね続けたわ。出奔して1ヶ月ほどが経った5月16日、二人は首を絞めながらの行為に勤しんでいたわ。何でも石田の希望だったみたい。そういうのが好きな人って昔からいたんだな。しかし加減を間違えたのか石田は首を痛め、安倍が買ってきた催眠鎮静剤を飲んで安静にしていたの。互いに眠気が強くなってきた頃、石田が安倍にこう言ったわ。俺の首の周りに腰紐を置いて、もう一度それで締めてくれ。お前が俺を締め殺し始めるんなら、痛いから今度は止めてはいけない。よくわからないな。立ちの悪い冗談か？おそらくはね。だけど安倍はそれを本気にしてしまったの。同年の5月18日深夜、彼女は腰紐を使って就寝中の石田を絞殺、局部を切断し、紙に包んで保管したわ。さらに流れで立ちで定吉二人、切り定吉二人と書き、遺体の左腕に包丁で定と刻んだのよ。常軌を逸しているとしか言えないぜ。ここまで陰惨な犯行に及んでいながらも、買い物や映画を楽しむなど安倍は落ち着き払っていたわ。逃亡を企ててすらいなかったのか？一応大阪へ向かう予定はあったみたいだけど、各駅に警官が配置されていると知って諦めたわ。最後は、泊まっていた宿の部屋を訪れた刑事に対して、安倍定であると自ら名乗り出て実施したのよ。腹をくくったのか、そもそも肝が据わっているのか。逮捕された後、安倍は動機を正直に語ったわ。石田をとても愛しており、彼の全てを欲していたこと。正式な夫婦でないため、石田は他の女も好きに抱けたこと。彼を手にかけてしまえば、どんな女も石田に触れられないこと、などね。総じて、二
不倫相手への独占欲としか形容できない動機だったわ。歯を突き立てたあたりからまともじゃないとは思っていたが、よもやここまでとはな。身体の一部を切り取っていった理由は何だ？いつも石田のそばにいるために、持ち運べる部分を選んだそうよ。創作物でしか見ないような言い分だぜ。1936年12月21日、殺人罪及び死体損壊罪で、阿部には懲役6年の判決が下されたわ。ここまでやっておいて6年なのか？正直軽いとしか思えないが。今とは様々な物事の基準が違うとはいえ、10年も経たずに出てくるのは驚きよね。国民歌の発表による受刑者への恩赦も相まって、実際の刑期は5年にも満たなかったわ。それでいいのかと問いただしたくなるような判決だが、出所後はどのように過ごしていたんだ？当初は名前を変えて一般人として過ごしていたわ。ただそれまでの経歴が経歴だから、結局ひっそりと余生を過ごすことはできなかったみたいね。名前も顔も広く知れているし、事件の内容も話題性が高かったはずだからな。好奇の目にさらされるのも無理はないぜ。割烹屋の客寄せになったり、店を立ち上げたそばから、従業員に金を持ち逃げされたりと余生も波乱万丈だったそうよ。最後に動向がつかめたのは66歳の頃で、もし存命中なら、今は100歳を超えているわ。ということは、もうこの世を去った確率が高いな。不倫をきっかけに猟奇的な事件を起こした女が、わずか数年の刑期を経て少なくとも70歳近くまで生きていたわけね。お天道様は全てを見ているなんて言うけれど、これを妥当な末路と評していいものかわからないわね。そういえば、阿部の生い立ちも事件の縁因だと言ってたな。特殊な経歴の持ち主なのか？特殊。という一言で片付けていいのかはわからないけど、人格が歪んでもおかしくない体験はしているわね。まだ10代の頃、阿部は強姦されてしまったの。加害者の男は行方をくらませたから、泣き寝入りするしかなかったわ。幸い母親は阿部の味方でいてくれたけど、心身ともに深い傷を負った彼女を癒すことは結局叶わなかったのよ。低層関連や恋愛感がめちゃくちゃだったのは、トラウマによるものだったのか。断言はできないわね。ただ、過去に似たような被害を受けた人が、その傷を癒すかのごとく、色恋沙汰にのめり込むケースはあるわ。阿部もまた、石田と知り合う前から複数の男性と関係を持っていたそうよ。彼女は自身の変化について医者に相談しているんだけど、難しい本を読め、結婚しろと見当違いな回答をもらったみたいね。今ほど医学が発達していないから仕方ないのかもしれないが、適切な処置ができていれば、ここまでの強行には及ばなかったかもしれないな。とはいえ、常に被害者というわけではなかったわ。嘘をついて男から金を無心したこともあったし、不倫だって平気でするし、最後は殺人にまで発展したわけだからね。辛い過去が犯罪の動機になりうることは往々にしてあるものだけど、それを許容してはならないのもまた事実よ。そうだな。どんな事情を抱えていても罪には罰が与えられねばならないぜ。ところで最初の事件の話に戻るんだが、三島さんの交際相手も過去に何かあってそういう人物になってしまったのか？個人情報やプライバシーの観点もあるから、現実的ではないと思うけど、彼女の過去に迫ることで見えてくるものもあると思うわ。そうだな。行動の背景にあるものがわかれば、見方が変わることもあり得るぜ。もちろん彼女が犯人であると断定したいわけではないのだけど、ここまで猟奇的な犯行に及ぶような背景を持つ人物は限定されると思うわ。犯人が誰であるかも含めて、全てが明らかになってほしいところね。地上のもつれが行くところまで行くと、こういう終わりを迎えることもあるんだな。太古の昔から男女の愛憎劇は恐るべきものとして扱われているわ。神話の中でさえ神々のスキャンダルが書かれていたものね。それこそ局部をバッサリやられた神様もいたな。何か飛び火されがちだけど、色恋は人間の本能と情緒を最も揺さぶる劇薬でもあるわ。だからこそ関わる相手は慎重に選べ。というわけだな。そういうことよ。健全な関係を築くためには、健全な相手を探す必要があるわ。なんだかアドバイザーのようなことを言っているが、霊夢自身は順調なのか？まだ計画段階よ。せめて行動に移してから言ってほしいな。というわけで今回はタクシー運転手局部切断事件と、阿部定事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。